ではここからは日曜日の22時台ということで、予報センターの森田さんによる地球天気予報のコーナーに参りましょう。森田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はウェザーリポートが19周年を11月1日に迎えたことにちなんで、はい、グローバルウェザーリポートのお話をしていただけるんですよね。そうなんですね。19年というのは日本での話なので、これ世界ではどうだろうということで、ちょっとこういったタイトルにしました。地球人はウェザーリポートが好きというタイトルです。日本人に限らず地球人。はい。でですね、左側の図はこれ、今スマホを見るとこんなのが出てくると思うんですけども、はい、ウェザーリポートがこれ19年続いているっていう理由なんですけども、ウェザーリポートを始めるときに我々こういう仮説を立ててたんですね。人は天気に関心がある、はい、人は天気を誰かに伝えたい、人は天気では嘘つかないというような仮説があって、これは日本の中に広がるだろうなということで、初めて19年経ったわけなんですが、はい、この人って日本人だけでしょうかと、あ、世界の人ってそうじゃないんだろうかという疑問出ません？そうですね、毎日世界の海外の方からもリポートいただいてはいますけれども、はい、やっぱり日本が大半ですもんね。そうですよね、はい、でこの世界海外からのリポート、まあ今もちょっとずつ来てますけども、はい、以前ですね結構来たことがあるんですね。集まったことがあります、はい、でその時に調べたことがありまして、結果としてこれあくまでも私の感想なんですけど、世界の人、まあ、これ地球人って言っちゃったわけなんですけども、ウェザーリポートが好きであるというふうなことです、はい、でその根拠なんですけども、10年前にですね、こんな感じでやったことがあるんですね。リポートいっぱい来たんです、集まってるんですね、はい、でその分析をしてみました。リポート量はそんなでもなかったんですけども、いろいろ分かることもありましたということになります。はい、どんなデータだったんですかっていうことなんですけども、この10年前のですね、資料があるんですけども、2014年こんなリポートを社内部内資料として作ったんですね、はい、で、ウェザーリポートが始まって10年経った2014年頃に、ウェザーリポートを使って、当時はソライブ24、今ウェザーニューズライブですけどもね、はい、こんなのやってたんですけども、まあ、今 M スケでやってるじゃないですか、はい、あれも昔青黄色青という、はい、スケール、これをですねサポーターの皆さんから来たリポートを中心に判定するっていう方法やなんかがちょうどできた頃なんですね。あ、はい、で、これをもう自動的にも計算しようなんてやっていたんですけども、その頃にグローバルアプリをグローバルのアプリですので世界にリリースしたんですね、はい、ウェザーニュースアプリではなく、はい、グローバルアプリ、そうです、サニカムっていう、まあ、当時の名前なんですけどもね、はい、で2014年の11月から15年の、まで約1年間のデータが集まりまして、はい、それをいろいろと分析をしてみた。当時、はい、頑張ってましてですね、世界のリポート作ろう、そういうし運営方針作ろうなんて思っててこういう資料を作ったんですけども、はい、はい、でどういったデータでしたかっていうのが、これが一部なんですけどもね、まあ、アジアの例、北米の例、ヨーロッパの例、はい、でここに丸があって色がついてますけども、これはリポート密度って言ってますけど、まあ、リポートの数がどういうところから来てるかっていうものを示してるんですが、はい、まあ、基本的には都市部から来てますよね、とソウルですよね、北京ですよね、上海ですよね、台北とかね、なってますし、ここがニューヨークだよねとかっていう、ロンドンでとかっていう風な、まあ、都市部がやっぱり中心ではあったんですね、はい、で、まあ、グローバルのデータなんですけども、まあ、どちらかというと北半球から、あんまりこう南半球のオーストラリアとか、南米はちょっと少なかったんですね、はい、
で、こういったデータを集めて分析をしてみるとこういうふうになると。これ何を分析したデータかというと、横軸が1年分です、はい、2013年の12月からスタートして2014年の11月の末まで1年間のデータ、で縦軸が投稿数、リポートの数ですね。で、こういったあの日々、リポートが来たり来なかったりっていうのが、ありまして、この青色が全リポート数になります。はい。で、ちょっとね段が分かれてるんですけど、 iPhone 版で開始、 Android 版でも開始ということで、ちょっとこう増えたり減ったりはしてるんですが、全体のリポートの中にはですね、英語、日本語、ハングル、中国語、タイ語、うんぬんかんぬんいっぱいあったんですから、その中の英語だけ、これがこの赤色の線になります、はい、これの分析をやってみましたっていうことですね。全体でですね、はい、15,543通、はいはい、これをのデータを分析したっていうのが、次のページに出てくるんですけども、はい、15,543通を、まあ、全部英語なんですけども、天気の種類であるとか傾向だとか要素とかっていう形でこれで分けて、これを出力させて、そうするとこんな感じの、ものが出てきましたと。何かというと、まあ、属性なんて言ってますけども、天気、体感、気分とか、まあ、天体関係が出てくる、風とか雲とか季節の色の話、雪氷、動物、やっぱり世界でも猫犬来るんですねこれね、とかいろんなものがこう来てて、はい、なんですが、この上位3つ見てみますと、これ日本と同じなんですね傾向が。そうですよね、ウェザーリポート日本からも天気、体感、はい、あとはこう感情、気分のリポート多いですもんね、うん、ということで結構日本の、ね、リポートと似てるようなっていうのがこれ第一印象ですね、はい、そしてこれを今度横軸、さっきのあれと同じですけど月ですね、日々のデータ、それからこれはあのリポートのパーセンテージ、数でやるとあのデコボコしすぎるので割合にしてみたんですけども、まあ、天気が多い、体感が多い、そして感情が多い、これ上位3つは先ほどのパーセンテージのグラフと同じなんですが、季節の変化が出てくるんですよこれね、季節変動、春は天気が多いんですね、そうなんですね、はい、そして夏場になってくるとちょっと減るねとか、感情が増えますね夏になると。そうなんですね、ここから減ってぐーっと増えてきて、まあ、逆相関なんてのが出てきたりするんですね、はいはい、どうもね中身をよく見るとこれ2月3月やっぱ春になってくる頃に天気の話題が多くなってくるですね、はい、体感は一番寒い頃にものすごく寒いぞっていう体感のコメントがいっぱい来るっていうようなのがあって、結構この辺りも日本と似てるなと、季節変化は日本に近いというこれ印象なんですね、はい、まあ、おそらくあの北半球のデータ、世界と言ったんですけど北半球が多かったんでね、まあ北半球の季節感っていうのに、なってるので日本に近いのかもしれませんけども、はいはい、まあ、でもここ例えば濃い青色、雪氷っていう色ですけども、氷とか雪のやつが出てくるっていうのと体感がその時にはぐっと下がるっていうとかっていうのは結構ね似てるんですね、はい、まあ、こんなあの世界の人たちの、まあ、英語で送ってくれてるリポートなんですけども、こういうのをいくつも分析をしてみるっていうふうなことをやってみると、あの、まあ、先ほどのようないろんな感想があったんですが、そこで、日本の皆さんからいただいたデータと世界のデータとを同じグラフに乗っけてみましたっていうのが、これがそのデータなんですね、はい、で、これは2014年の6月の1ヶ月間のデータの、天気のところを各都道府県ごと、ですからこの、この青色、各都道府県ごとに来ているデータになります。で、横軸が、投稿者、まあ、サポーター数ですね、はい、それから縦軸がリポート数になります。
まあ、ちょっと体数使ってるので少しこうあれがずれてますけども、体数使ってみると大体1列に並ぶっていうことが、まあ、日本の中でのリポートでも分かってたので、はい、こういうふうに大体線に乗るんですね。おそらくこう東京ですね、神奈川、埼玉か千葉かなんかでっていうふうな、でこの辺りが多分、名古屋ですねとかっていうのが都道府県がこうやって並ぶんですが、そこに先ほどのリポートを並べてみるとこんな風になる、世界全体、これがオレンジです、はい、北米以外がこの緑色で、北米のデータがここなんか一本の線に乗っかってるような気がしませんかということですね。そうですね、大体乗っかっていますよね、うん、まあ、いろんな条件違うやつを乗っけると統計の専門家は怒るんですけどもね、はい、まあ、ちょっと少しこうイレギュラーなやり方をやってるんですが、でも同じような縦軸横軸を同じにするとなんか似てるよね。でこれ比較するにはリポート数が日本とこの外国では2桁ぐらいちょっと違ってるので、そんなに違うものを同じ軸で並べていいかっていうお叱りはあることはあえて承知の上でなんですが、はい、なんか似てるねと。そうですね、世界の人たちも天気に持ってる感情とかね、いうのは共通じゃないだろうかと、はい、いうふうに思われますっていうのが10年前の時の結論なんですね、はい、ということでですね、最後のまとめなんですけども、データはちょっと不足すぎるんですけども、地球人はウェザーリポートが好きなんじゃないかということが、はい、まあ、あんまり間違ってないんじゃないかと、はい、もしこれが証明できるとすれば2035年11月1日の30周年記念が行われるときに地球版のデータもいっぱい来てれば、はい、あ、先ほどのグラフがデータ不足でみたいな話じゃなくなってくれば、はい、そうです、そんなでつながってるっていうようなことになるのかと思いますっていうことですね。そうですね、はい、まあ、ウェザーリポート、はい、19周年ということで世界のグローバルのデータについても解説をしていただきました。今も海外の方々からリポートいただくこともありますしね、はい、はい、ぜひぜひ皆さん空でつながっていますので、この後も一緒に空を見上げていただけると嬉しいです。